山あいの道路を疾走するオレンジの集団。レース会場は地域全体、サイクルロードレースのプロチームビクトワール広島です。チームカーのハンドルを握り、選手に指示を出しているのは中山隆監督。この日行われたのはチーム初のトライアウト。入団希望者とチームの選手が共に走る選抜試験です。コロナ禍でレース数が減り、有力選手の獲得に苦心する中で行われました。この日参加したのは社会人と大学生の2人。自転車競技もまだまだマイナーなので、こういったその一般の人たちがこう挑戦できる機会っていうのがあるのはすごくいいと思います。実力っていうのもちゃんと走りを見てもらえるっていう環境があるのでいいと思います。2人は300ワットでちゃんと行けてますか？こちら、大体300ワットで進んでる感じです。次の上りのところが勝負になるので、それまでは300以上に踏まないように気をつけてください。今回監督が用意した課題は、力を一定にして走り続けること。選手の脚力を測るだけでなく、勝負どころで動けるようにマネージメントする能力も求められます。チームと一緒に走ることで、レースで重要となるチームプレーの能力も見極めます。今いる選手たちも多少の危機感とかそういったものも絶対生まれてくると思うので、もし仮にでも負けたらとか、そういうことは入れ替わりの可能性もあるんで、選手たちも緊張感を持つんじゃないかな。今シーズンのトライアウトでは1人の加入が決定。現在20代9人の選手が所属しています。2015年に広島で誕生したビクトワール広島。国内外で活動していた選手たちが集まり、限られたスタッフで地元密着型のプロチームとしてスタートしました。チームジャージに身を包み走り続けていた中山さん、今はスーツに着替えてチームの監督と運営会社の社長という二足のわらじを履いてチーム運営に全力を注いでいます。これが最終ですかね、乗務が。はい、そうですね。見てきますね。選手の環境を整えることやスポンサー企業を獲得することが重要な仕事です。この日中山さんが訪れたのは、船舶の修繕を行っている三和ドック。スポンサー企業に継続のお願いに来ました。メインスポンサーはなく、100社以上の地元企業からの支援で成り立っているチーム。私たちの来年の活動が全て変わってくる。で、選手たちの条件も変わってくるし、またレースに出る幅も広がってくるので、スポンサーさんのところを回っていったりすることっていうのはものすごい大事なこと。新型コロナの影響がチームの運営にも色濃く出ているといいます。日本一強くて日本一愛される活動ができるっていうところに持っていこうと思ったら、本当に厳しい数字だと思います。私たちの会社はで、コロナによってより厳しくなったっていう印象はありますね。ステップアップを目指すチームにとって、さらなる財政面の強化が急務です。10月、サイクルロードレースの全日本選手権が三原市で開かれました。広島県での開催は11年ぶり。全国から20チーム以上が参加。コロナ禍で無観客となりましたが、ロードレース界で最も注目されるレースの一つです。スタート前には戦術が話し合われます。なんかあったら、その車輪とか自転車とかを
気遣ってやってほしいなと。どっかのチームがコントロールするなら1人とか2人だけ生かしてっていう可能性もあるのかなと思います。勝てば1年間チャンピオンジャージを着用できる特別なレースに選手は。で広島地元開催ということもあるのですごいこのコースも思い入れもありますし強い思いもあるのでその中で自分がしっかりチームのエースとして成績出すっていうことは重要だと思うのではい頑張ろうと思います。海外のトップリーグで戦う選手も参戦。普段のレースとは一味違う大会に緊張感が高まります。第89回全日本自転車競技選手権大会ロードレース。レース序盤、1人が逃げる展開となり、メイン集団では落ち着いたレース運びに。残り周回が少なくなったところでレースが動きます。集団が分かれ選手たちの動きが活発に。ビクトワールはメイン集団にエース阿蘇選手ともう一人が食らいつきます。そして迎えたラスト1周、熾烈なゴール争いを抜け出したのは国内外のレースで活躍する強豪チーム。ビクトワール広島は阿蘇選手の28位が最高位で終えました。半数近くが途中でレースを終えた中、チームでは3人が最終盤まで残るなど健闘した一方で課題も。終盤の補給がうまくいかなかったのです。専属のスタッフが少ないチーム運営の難しさが現れてしまいました。地元でビクトワール広島として僕が、まあ、勝つためにこのチームに呼ばれているので、勝ちたかったっていうのはあります。悔しい結果から2週間、6日に栃木県で行われたレースでビクトワールは見事に優勝を果たしました。みんなが最初から協力してくれて自分のために動いてくれてたんで、本当それに報いる結果ができたから、本当僕はチームのためにもみんなのためにも勝たないとという気持ちで今日は本当に最後まで全開で踏み切ったって感じです。選手たちの勇姿をご覧いただいています。金銭面、運営面でのチームの完成も道半ば。しかし社長兼監督の中山さんは来シーズンを見据えていました。もう少しパワーアップできるようにいろいろと、今頑張って動いているので、あともう一押し私自身も運営もそうですし営業もそうですし、いろんなところを強化できたらいいなというふうに思います。